最初に岸田会長にご挨拶いただきます。はい、ご苦労様でございます。国会での審議も、連日、激しいやり取りが続いていますが、国会の議論、予算委員会での議論と聞いておりまして思いますのは、その中身についてもいろいろな課題、さまざまなこのやり取りについて考えさせられるわけですが、合わせて感じますのは、その国会委員会におけるこの雰囲気あるいは品位、こういった部分について考えさせられます。我々もこの若い頃から国会の中でさまざまなこの議論を見てきました。私たちの先輩方もですね、国会の中で大変激しい議論を行ってきた。その昔から野党は厳しくこの政府を追及したわけですが、しかし厳しい追及の中にもお互い国民から選ばれた代表であるというこの思いの中で、相手に対する敬意を持って、この厳しい追及を行った、こういった雰囲気をかっては感じたわけですが、どうも最近はですね、激しい議論、これはもちろん大事なことではありますが、相手に対する敬意というのは全く感じられない、こうしたですね、かなり乱暴な議論が行われているのではないか、こんなことを感じてなりません。やはり野党の厳しい質問も、お互い国民の代表であるという思いの中で、相手に対するしっかりとした敬意の中で行われるべきではないか、国民が見ているわけですから、我々国民の代表としてそのぐらいの品位を持っての質問は行うべきなのではないか、そして政府もそうした相手に対する敬意のもとにしっかりと答弁をする、この国会全体の雰囲気、品位ということについて我々は今一度考えるべきではないか、こんなこともこのやり取りの中で改めて感じるところです。ぜひ宏池会の先生方にもこのあたりにも思いを巡らせていただき、我々の議論がどうあるべきなのか、考えていただければというふうに思います。そしてもう一つ、新型コロナウイルス対策でありますが、昨日も、党の合同会議を開きまして、経済についてこの経済3団体からヒアリングを行い、議論を行いました。もちろんこの水際対策、感染症対策、あるいはこの国内における医療体制の充実など、こうしたあの、医療に関わる分野もしっかりとこれから提言を行っていかなければいけないと思いますが、経済についても、もうすでに深刻な状況が伝えられています。我々はしっかり対応を考えていかなければならない、このように思います。SARS の時、2002年11月に、SARS のこの蔓延が大きな問題になりましたが、その後株価の底上げを がなされたのは2003年の3月から5月だと言われています。そして収束宣言が2003年の7月ということですから、この拡大が問題になってから株価の底上げまで、4ヶ月から、6ヶ月、収束宣言まで8ヶ月かかったということが記録されています。今回この新型コロナウイルス、これ実態がまだまだ、十分把握されていないという点があります。また中国の経済も2002年の段階で世界の GDP の 4% でしたが、今や世界の GDP の16から 17% を占めている。経済が格段拡大している。そして今回の感染のこの震源地が武漢、この中国の交通の要衝であったり工業地帯であり、日本にも大きく関わる地帯であるということ、こういったことを考えますと、我々は経済に対しても強い緊張感を持って対応を考えていかなければいけないのではないか、このように思います。ぜひこういった点を勘案しながら、医療体制の充実と経済への対応、この日本柱をしっかりと
党として、も議論をし、具体的な対応を考えていきたいと思います。ぜひこの点につきましても、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。以上です。ありがとうございました。はい。